このコーナーは SNS や情報誌では多分紹介されることがないマニアックなスポットやグルメが登場します。飛沫節！さあ今日は広川町にやってきました。広川町はね、自然いっぱいでございます。見てください、これ稲穂が神戸を垂れておりますね。秋になってちょっと涼しくなってきましたんで、いろんなちょっと外でも暇つぶししてる人がいるんじゃないかなと思って、今日は探してみたいと思います。いきます。この企画はただ暇をつぶしたい武士が街行く人の暇つぶしスポットを聞いて、知られざる街の魅力を探り紹介していきます。上りが山川みかん、オレンジの上りが売ってるぞ。すげえ、めちゃくちゃみかんが積まれてる。こんにちは。テレビで見る暇人。あれだ、暇つぶしです。暇つぶし知ってくれてますか？もう毎週見よってあんたが出る。ありがとうございます。広川もありら。今日広川町で。これ山川みかんよ。山川みかんですか。すごい。あ、いいですか。じゃちょっといただきます。お姉さんすみません。顎落とさんご。わあ、おいしい。顎落とさんごと。いいですね。おいしい。もう福岡編から。帰りこらっしゃるんです。山川から持ってきてもらえ、前は取りに行きよったけどね、はい、広川でここ行ったら面白いよみたいなのは、ここでゆっくりできるよみたいな場所とかありますかね。公園はそのに流行寺公園中ってあるけど、この野球場じゃなくあるんですね。道挟んですぐ向こうに駐車場もあって、はいはい、子供の遊び場所が。本当ですか。これ涼しくなってきたけんですね。入れた。え、これは。あ、いいんですか。すいません。うわ。立派な。ありがとうございます。すいません。嬉しいです。誰だけ来たかと思った。いや、してくれたの嬉しいです。おさ、暇人じゃなく暇つぶしです。ありがとうございます。何の番組ですか？ももちハマストアという朝の番組で。朝ですね。ということで、教えていただいた流行寺公園へ行ってみることに。ほうほう、すごい。散歩コースみたいな感じになって。あ。こんにちは。あ、どうも。すいません。T.N.C. のですね。ももちハマスターという番組でして。山川みかん食べたことあります？いや、ないです。どうですか、一個。もらっていいんですか？はい。ありがとうございます。ちょっと横いいですか？すみません。みかんで暇つぶし仲間に引き入れるという桃太郎のような入り口でインタビューへ。外回りの休憩中のお兄さんと公園で暇つぶし。いただきます。わあ、うまい。甘いですね。美味しいですね。今おいくつなんですか？25になりました。うん、結婚されてるんですか？いやいや、まず彼女もいないです。あ、そうなんですね。はい。独身仲間を見つけた武士、つい嬉しくて恋バナに花が咲く。何歳ぐらいまでに結婚したいとかあります？なんか今は仕事が自分のことを優先したいんで、まあ35とかぐらい。そうですよね。彼とは住む世界が違うようだ。僕もやっぱり今ちょっと自分の仕事を第一でやりたいんで、はい、まあちょっと結婚はまだ早いかなと。あ、結婚されてないんですか？あ、結婚してないです。はい、フレッシュみかんでフレッシュお兄さんに出会えた暇つぶしスポット、ご紹介ありがとうございました。あ、すごい。暇つぶし。お、かすりの町なんですね。これも暇つぶしです。これも暇つぶしの一つ。ちゃんと道に沿って広川町産業展示会館、見れるのかなこれ。ちょっと、あ、いいですか、すいません、お邪魔します。ここは産業展示会館です。まあ、広川のまあ伝統工芸とか、はいはい、特産品を扱って。じゃあ普通にふらって来てもいいわけですか。もちろんもちろんです。広川町産業展示会館は町の観光拠点施設で観光案内を行っているほか、広川町を代表する伝統工芸品久留米絣の商品なども販売しています。さらにパッチワーク教室なども開かれていて、地域の交流場所にもなっているスポットです。早速暇つぶしスポットを聞いてみました。まあこれからの時期だったらイチョウ畑があって、はいはい、本当に黄金のイチョウがあって、まだ全然11月の中盤以降なんですけど。でも11月ぐらいがもう黄金で。そうですね。すごい人が約7万人ぐらい、8万人ぐらい、結構人が集まる。はい、今はまだ青い。まあ全然青いです。まあでも広川イチョウがそんなすごいですね。もともと町の木がイチョウにはなってますね。行ってみます。すみません。いいです。急に来てありがとうございます。さあ。広川町の有名なイチョウのスポット、タイバルのイチョウがあのゾーンですね。両サイドがだから黄色で挟まれる感じですね。結構色づき始めてますよ。この感じがいいですよね。この変わっていってる縁黄色、ここがタイバルのイチョウ、いいですね。なるほど、楽しみ。11月中旬から下旬が見どころだそうですね。撮影をした日はほとんどの葉が緑でしたが、11月の見頃にはこんな感じで黄金に。来月の15日から期間限定で敷地内で見ることができます。こちらは私有地で期間中特別に開放している場所なので、皆さんマナーをしっかりと守ってみてくださいね。これから見頃を迎える絶景スポット、ご紹介ありがとうございました。暇つぶし。フルーツ&ベジタブル。あ、こんにちは。武士が立ち寄ったのは八女地域の旬の農産物を販売する泥屋。収穫したてで泥がまだついているくらい新鮮という意味で泥屋と名付けられたんだそうです。店長すいません、お仕事中に、はい、おもちゃマスターの暇つぶしというものなんですけど、ご覧させていただいて。ありがとうございます。今日広川を回ってましてですね、はい、これ今日今は旬と言いますか、レインボーレッド、11月。レインボーレッド、あ、キウイですか店長。そうです。これだ、ブランドですか。もう、あ、いや、もうブランドというかその使われてますけど、中身が赤い。恋するキウイ。だいたい旬がもう1ヶ月で終わる。10月。短い恋なんですね。だからこそ燃え上がるんですね。あ、そうですね、うまいですね。だから真っ赤に燃え上がってですね。そうそうそう、もう。珍しく秀逸な例えが飛び出した武士。これで火がついたのは、そう、店長。え、いいんですか。あ、どうぞどうぞどうぞ。うわー、すごい。本当だ。初恋を思い出すかもしれない。あら。うわ、すぐ甘いですね。でもこの甘さの中にキウイのこの酸味といいますか、そのバランス抜群ですね。ちょっと年上の子に恋した感じ。なるほど。ちょっとですね。そっか。中間のちょっと甘酸っぱさ、冷たい感じの。まさに酸いも甘いもですね。酸いも甘いもキウイだ。甘いだけじゃなく。はい、愛とムチのある感じのですね。でもこの酸いがあるから甘さがまた引き立つんでしょうね。また期間がその1ヶ月っていうのがまたいいですね。本当に。初恋もやっぱ短いじゃないですか。そうですね。初恋。なかなか実らないと言いますしね。ちなみに店長さんはお仕事ない時だったり休憩の時とかどこで暇つぶすとかありますか。サイドトリップっていうカフェ雑貨とかが最近できた、はい、でその店長も結構気さくな方で、はい、いい感じの方なんで面白くて、ちょっと雑貨もあるからちょっと見たりとかして時間も潰したりみたいな感じ。そうですね、おしゃれな感じで。あれかな、ランチカフェ、雑貨、サイドステップ、あ、サイドトリップサイドステップ、これでしたうわ、おしゃれ。ガレージにカフェみたいな。紹介してもらったのは2年前にオープンした雑貨とカフェのサイドトリップ。失礼します。あ、小原さん、すいません、よろしくお願いいたします。すいません、お邪魔します。ここは小原さん、まずどういった。ここは古い倉庫だったんですけど、はい、リノベーションして、はい、カフェと雑貨のお店をやろうと思って、はい、こういうとこ本当ずっとおれますよね。結構だからゆっくりできるようにっていう意味で始めたんで、雑貨屋さんって結構女性が好きじゃないですか、はい、で女性がこう行きたいってなった時、はい、旦那さん車で待ってる方多いんですよだけど旦那さんもあ、面白そうだって入ってこれるようなお店にしたいと思ってる。これもちょっといいですか。これはここで作ったんです。広川町民っていう。これオリジナルですか。そう、実はですね、僕が大本が帽子メーカーをやってまして、福岡市内で、はいはい、で実はほぼ自社製品なんですよ。あ、そうなんですか。一部ちょっと違うんですけど、はい、もうほぼ自社製品で、はい、ここら辺とかも自分たちで刺繍までして。広川の人たちにはごまするために、はい、こういう帽子を作って。いいですね。いっぱいピンクもあって。その後も帽子をメインに店内を物色して暇を潰した武士。その中で気になったものがこういうなんかプレートというか、かっこいいこのナンバープレートみたいなやつがこれオリジナルで作れるんですか。そうです。アルファベットが基本っていうかほぼなんですけど、はい、これで好きな文字入れてこういう看板的なものを。こちらではネームプレートを作ることもできるんです。結婚式のウェルカムボードや店の表札、ペットのおうち用など幅広く利用できるんです。ということで早速武士も作ってもらうことに。完成まで15分ほどということでカフェでのんびり待ちます。ゆっくり楽しむ。お、できました。早い。うわー、かわいい。知る人ぞ知る暇つぶしスポットを探す企画、暇つぶし。カフェと雑貨のお店でネームプレートを注文した武士、どんなものができたのか。できました。早い。いいですか。うわー、かわいい。めちゃくちゃいいですね。このポコってなってるのとか縁とかこんな短時間で、もうほんとナンバープレートみたいな感じでちゃんと凹凸があるんで。ローマ字になるとまた暇つぶしとこの武士が漢字でかかってるんですけど、ひつまぶしになってないです。いや、なってないですよね。ああ、よかったです本当だからさっきも言いましたけど、プレゼントだったりとか、うん、自分でもいいですし。うわ、ありがとうございます。すいません。やった。子供からお年寄りまでずっといたくなる暇つぶしスポット、ご紹介ありがとうございました。暇つぶし。そしてオーナーにも暇つぶしスポットを聞き込み。広川に石神山古墳っていうのがあるんですけど、石神山古墳、はい、僕も一回行ってみたんですけど、はい、びっくりしたんですよ。こんな古墳がこんなとこにあんのって、こう厳かで、なんかちょっとこうロマンがあるみたいな感じで。石神山古墳、はい、それ本当見られたら、マジこれ見れんのっていうような、行ってみる価値はあると思います。行ってみたいと思います。ぜひ。来ました、石神山古墳。古墳公園ですね。石神山高架谷古墳公園ということで、この公園になってて池とかあって遊歩道もあるんで、散歩したりしつつ古墳を楽しんでもらうみたいな、まさに暇つぶし。ほんと静かでいい感じ。失礼します。すげえ、すげえ、なんか厳か。あ、ここれ古墳、あ、このこんもりが前方後円墳って書いてました。やっぱそうだ、これが古墳の周りなのか。失礼します。すげえ冒険感が。やっぱこうなってるのがでっかい前方後円墳なんだ。すごい。武装石人、あ、いますね。武装石人の石像といいますか、祀られてますね。祀られてるって言っていいのか分かんないですけど、国指定重要文化財。うわ、すごいすごい。ここがだから武装石人が言ったらちょっと守りみたいなもんでしょ、門番みたいな。これすごくないですか。うわ、すごい。すみません、ちょっと失礼します。牛も思わず気をつけをしてしまった石室の中にはかなり重厚感のある石棺が。こちらの石神山古墳は5世紀前半頃に作られたとされる前方後円墳。後円部の中心には石室があり、中を少し覗くことができる国の指定史跡です。すごいっすね。暇つぶしとかできちゃダメですよ暇つぶしで来たんじゃないんでね、そういうなんか厳かなね気持ちに。このコーナーには荷が重すぎた厳かなスポット、ご紹介ありがとうございました。それではまた次の街でお会いしましょう。知られざる暇つぶしスポットを求めて、暇つぶしは今日を思いゆく。